こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出がなぜ稼ぎやすいか。まあ、スタートの段階だと Amazon 輸出に注力して稼げるようになるのが一番いいというお話です。まずね、いろんな本当にビジネスというかネットで稼ごうというネタはあります。ただですね、まだ何もやったことないと。何ができるかわからない。で、目標は、まあ、月10万円稼ぐと、まあ、限定したときにですね、やっぱり一番稼ぎやすいのは Amazon 輸出です。まあ、これなんでかというとですね、まあ、仕入れ資金があれば、まあ、仕入れた商品が売れるかどうか、まあ、試しに出せば Amazon が全部勝手に売ってくれると。で、出して売れた商品をまた仕入れて売ればいい。まあ、本当これだけで、やること全部です。だから仕入れ資金さえあって、まあ、商品を買いに行くのがね、面倒じゃないとか、ネットで注文するのが面倒でなければ、月10万稼ぐことは、簡単にできます。まあ、自力でね、当てずっぽうに買ったら無理でしょうけど、まあ、少なくとも私がサポートする限りにおいては、まあ、3ヶ月もあれば月10万稼げるようにはなっていただけると。それは毎週、商品探しはやる習慣をつけてもらわなきゃいけないですし、1ヶ月に数日しか働かないというのは無理ですけど、その程度じゃ無理ですけど、ただ週にね、忘れないように、勘を忘れないように、毎週少なくとも1時間以上は商品を探すと、商品を比べる時間を1時間以上取る。これを週に2回以上。まあできれば毎日の方がいいんですけどね。まあ最低限週に2回以上、ね、1週間以上空けないというのでずっと探してていただければ、まあ3ヶ月。まあ、そうですね。歩みの遅い方でも半年もあれば月10万稼げるようになっていただけます。で、他にもいろいろあってね、eBay 輸出。これはAmazon 輸出がいいんですけど、仕入れ資金がなかったら Amazon じゃ稼げないです。その場合はもう eBay。ね、eBay が稼ぎやすいですね。で、ただ、英語が得意じゃないと、これ自力でやるのは無理です。ね、儲かる商品を探すのも Amazon と違って、時間かかります。だからね、商品も分かって英語も苦手じゃないという場合には、eBay という手もありますね。ただ、資金さえあれば Amazon 輸出の方が、全然簡単です。それから独自ショップを作ると。ね。これ儲かる商品が見つかっているならいいです。まあ、儲かる商品が見つかってるっていうかね、どっちかっていうと商売やっててこれを売んなきゃいけないという場合で、まあ、利益は出ると。売れるなら利益は出ると。日本だと十分売れないんで、海外の方が売れるかなと。いう場合にはもうやってみるしかないですね。まあそういう形であれば、独自ショップいきなりやるのもおすすめですけど、まあ通常はね、eBay なり Amazon なりで売れる商品を見つけて、儲かるんだと分かってから並行してやらないと、いきなり独自ショップだけで儲けようと思ってもね、儲かるようになるまでに時間がかかります。だから大抵はもう途中で挫折しちゃいますんでね、いきなり独自ショップっていうのはあまりおすすめではないです。それから、アマゾンね。アメリカのアマゾンじゃなくて、日本のアマゾン。これはですね、日本のアマゾンで売ると簡単にいっぱい売れるっていうのはね、もうかなり浸透してきてますんで、日本のアマゾンで売って儲かる商品を見つけるのが大変です。で、輸入の場合はですね、新品を買ったはずなのにボロボロで届いたりしますんで、それをきちんと、ね、届くようなルートを作んなきゃいけない。これまた初心者にハードル高いですね。ただし、輸入した商品を売るんじゃなくて、不要品、本とかね、DVD とか家電とか、まあ、そういうのをね、売って種銭を作るとか、売れるんだって実感する分には、Amazon おすすめです。ね、商品で儲かる売るんじゃなくて、売れないで言ったら売れますんで、まあ、そういった意味では、初心者が10万円稼ぐというか、不要品を売って種銭を作るという意味では、Amazon おすすめです。同じくメルカリもですね、これスマホ限定ですけど、スマホのね、あんまり使い慣れない、人たちはやりにくいです。スマホ限定なんでね。ただそうじゃなくてスマホに抵抗ないとか、スマホでほとんど何でも完結してますって方には、このメルカリというのも、仕入れや、あるいは、不要品の販売、あるいは他で仕入れたものをね、メルカリで売るなんて形でも、使える場所です。そしてヤフオク。
で、他ですね、これはもう、仕入れにはいいんですけど、高く物を売るというには向きません。あと、不要品を販売するときに、Amazon だと基本的に壊れてるものとかね、不具合のあるものは売れないです。売ると大体クレームになります。ところが Amazon、ヤフオクはですね、これ壊れてますというので部品取り用に売ったりすることができます。まあ、壊れたものとかね、ジャンク品とか、そういうのをね、売るにはヤフオクいいです。壊れたものを売るってですね、壊れてますって説明なく売ってはダメですよ。壊れてます、ジャンク品です、訳あり品ですと言って、壊れてる状況を説明して売るには、ヤフオクは使えます。eBay の輸入、まあ、これはね、Amazon 輸入、またヤフオクの仕入れ先です。ちょっとね、eBay で輸入して、eBay の配達コストで、配達品質で、あるいは eBay の出品者のね、梱包で日本で売るっていうのは結構ね、苦労が多いんで、あんま初心者にはおすすめではないです。タオパオも一緒ですね。これはやっぱり中国の商品、何が来るか分かんないって恐ろしさもありますし、初心者の方ね、10万儲けようと思って始めたら、輸送料と仕入れ資金で10万作ったけどね、ゴミが届いたというようなこともよくありますんで、いきなりやるのはおすすめできないです。楽天、ね、セドリとか楽天、まあ、今楽天で稼ぐのはね、かなり難易度が高いです。効率が悪いとも言いますね。あまりまあこれは稼ぐといった意味では考えなくていいです。バイマー。まあ、バイマーはね、海外に住んでて、しかも、ロンドンとかパリとかね、ニューヨークあたりに住んでる人だったら、バイマーもいいんですけど、そうじゃないとちょっと厳しいかなと、ね、いうような感じです。で、Facebook を作って売れるのか。Facebook 単体で10万稼ごうとか、この YouTube の YouTuber で10万稼ごうとか、あるいは AdSense で稼ごうとか、この辺はね、単品で初心者が月10万稼ぐというのはかなりハードルが高いです。ただ、Amazon なりね、eBay で商品が分かってきて、独自ショップを作った時に、これらの、集客するセンス、あるいは集客として使うと、月10万稼げるようになった方がですね、月30万稼ごうとか、今度100万稼ごうといった時には役に立ちます。ただ、初めから取り組むのは、この Facebook だの、YouTube だの、Google AdSense っていうのはお勧めはしません。A8 アフィリはですね、やはりアフィリエイトっていうのは誰でもできるんで、稼ぎにくいんですけど、ただ、自己アフィリ、セルフバックという仕組みがあってですね、これで FX の口座を作ったり、クレジットカードを作ったり、なんか気になる商品のサンプルを取ったり、そういうのでね、お金をもらえます。で、カードはと、ね、毎月毎月カードを10個作るとかっていうのは無理なんで、一度だけ、まあ、10万円稼ぐことは可能と。アフィリエイトというので稼げるというのをね、実感するには、いいサイトです。そういった意味じゃ、自己アフィリ限定でお勧めできる、のが、このアフィリエイトの中の A8 アフィリエイト。一方、楽天とかインフォトップのアフィリはハードルが高いです。これらのね、稼ぎっていうのは、なかなか厳しいです。で、まあ、やっぱり現実的に初心者が月10万稼ぐのは、まあ、アフィリじゃなくて物販というのがね、おすすめ。そして達成する時間も短いんで、成功率が高いと。まあ、中でも、日本国内の転売は、初心者の方だとね、儲かる商品を見つけるのは非常に厳しいんで、やっぱり Amazon、あるいは eBay かなと。eBay というのはね、英語苦手ですという方にはね、ちょっと初めから eBay 自力で取り組むのは難しいんで、まあ、そうなると焼却法で言っても、Amazon 輸出が稼ぎやすいと。で、焼却法というせ、ね、消極的な選び方でなく、何が稼げるかという形で考えてもですね、やっぱりホリデーシーズンの爆発力とか考えると、日本に住んでるんであれば、Amazon 輸出取り組まないと、損じゃないかなというふうに思います。そんな形で、Amazon 輸出、やっぱり、一番初心者の方が月10万稼ぐ近道になってますんで、まずは、ね、どういうことをやるのか、なんで儲かるのか、その辺のことをですね、この無料メルマガに登録してチェックしていただければと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。